バシリッサ・オルガは、ギリシャ海軍が、オーストリア・ハンガリー帝国より購入した、木造原則砲、核甲艦で、同系艦はない。艦名は、ギリシャ王ゲオルギオス一世の王妃オルガにちなむ。本艦はギリシャが、オスマン帝国海軍の装甲艦への対抗のために、オーストリア・ハンガリー帝国のトリエステ造船所に、約21万ポンドで発注した、装甲艦である。 船体の基本形状は、装甲艦と同じく艦手水面下に昇格を持つ平、看板型船体に三本のマストと中央部に、搬送時には伸縮する一本煙突を持つ、当時の一般的な装甲艦の形態である。水線面と砲角部には、厚さ百五十二ミリメートル装甲を、機関区と弾薬庫を守るボックス下出るには百二十ミリメートルの装甲板を原則に貼っており、 原則の砲角部に、イギリスのアームストロング射精、22.9cm、アームストロング砲、単装砲がで2機を、他に68ポンドカノン砲、単装砲がで10機を、装備していた。1880年代に美砲を、アームストロング1863年型 17cm、単装砲4機と、 アームストロング1868年型 17cm 単装砲2機へと更新し、近接戦闘用に落ちキス車の 3.7cm 高連装回転式機砲4機を甲板上に設置した。ありがとうございます。